でそろそろ出番ですよって呼ばれて移動してる時に、ちなみにマスさん自分でありますっていうのがあって、えと思って、でその現場に行くと連れて行ってくれた人もそこまで行かないで、あそこに行ってください、行くと今みたいにみんなそこに立ってて、マスさんそこにしゃがんでて、でもなんか一応一応っていうか来てくださったみたいなんですけど、まあそんなに一瞬の出来事なんですけど、まあ、本当に美しいものを追求する場合は私はもう背広く目を引こうと思いますけど、まあ人間でいいっていう感じだったら私でもいいのかなと思って、じゃあやらせていただきますみたいな感じお願いしますみたいな感じでしたはい、非常に素敵な、そうですね、こう同じアジア人として同じ括りの中にいるんですけど、やっぱり私なんかよりも私なりにもいろんな経験が数っていうかいろんな場所を見てきたつもりでも、やっぱり新しい人と出会うと自分にないものを持っているってことと、自分が見たこともない世界を見てきているっていう、それ金城さんに限らず刺激はもらうんですけど、彼はまたそのアジアの映画界の中でいろんなチャレンジをしていると、まあ、そこに至るまでにまた日本のテレビ出ていたりとかいろんな経験を経て今映画の世界にいるっていうことを確立してて、どういう人かなと思ってたんですけど、本当になんかね、まあ、難しい言い方がうまい言葉が見つからなかったんですけど、私にとってはいい意味で軽いっていうことが、この少なくとも私はよくこうやる上で良かったなと思う部分だったんですよね。それさん自身がとてもこうダークサイド、ダークな部分、なんかちょっとこうもしかしたらネガティブな、そういう階級に生きているネガティブな部分をすごく前に出している平吉さんだったら、あの平吉と陽子の関係にはならなかっただろうし、でそれさんがやっぱりところどころに面白いことを見つけて面白くしていきたいっていう気持ちで臨んでいる、そういう意味での身軽さが彼の中にあるっていうことがとても面白い人だなって、で周りにもすごく気を使うんですけど、なんていうんですかね、いわゆる本当にこうに日本人の俳優さんとはまた違う気の使い方っていうか、もう完全にその映画の中のスタッフというかクルーの一員になっちゃってるんですよね、多分金城さんは。だから普通に面白いことも思いついたらアイデアも出すし、逆にアイデア面白かったらそれをああやってみようっていう、そういう身軽さが常にあって、とてもこうチャーミングな人だなって思いました。私が K20 とその平吉さんに挟まれてちょっとこう引っ張り合いみたいな時に、最初アクションの方もいろいろ動きを考えてくださったんですけど、多分金城さんが挟まれた状態で私がこう動きに引っ張られてこう前にガーってなるっていうのは確か金城さんがアイデアを出して、でまたこう引っ込んで上でなんかこうやってるの、またふって戻ってくるみたいな、陽子の動きはこんな動きしたらどうみたいなことを現場で確かおっしゃって、そのことでなんかアクションシーンなんだけどなんかちょっとコミカルだったり、そういう要素が加わってよりなんか生き生きしたものになったような気がして、それはすごく私もやってて楽しかったですし、そういう本当にちっちゃな些細なポイントをこうアイデアを出して、そういうなんか、ね、楽しかったやってる本人たちはね真剣にこうやってるんだけど、なんか旗から見るとちょっとこう滑稽だったりなんかおかしく見えるみたいな、なんかやってて素敵な、笑わせようと思ってやっちゃうとちょっと失敗しちゃいますけど、一
生懸命やることがなんかおかしいと思ってもらう分にはなんか嬉しいのですごく楽しかった。いや普通にあのなんかねか気使ってもらってたのか分かるんですけどあんまり人が乗ってこなかったから本当に一人こう普通に遊んでただけなんですけどそうですあんま考えられない泡が立ってるのであの長屋の石鹸はこんなに泡立つんだみたいなちょっとあの物語ならではなんですけどまああれはなんとなくやって本当にそういう監督もはっきりしたイメージを持っているのとなんか遊んでみて楽しんでやってみてって渡してくれる部分とか両方あったのでそのとこはもうどんどんなんかそんな感じでやってました。そうです。なんかここ小学校と図書室で読んだりしたことはありましたね。あとはやっぱり私はまちしげるさんの秋津さんが子供だったんですけどなんかちょっと色っぽくて見ていいのかなと思いながらなんか探偵とか推理物って好きだったんでその流れで見ててそのぐらいですね。だからその全部読んだとかそういう世代ではないんですね多分。だけど知ってはいましたしただどっちかというとやっぱこう明智目線になってやっぱドラマとか見てたので今回のこの原作は私は知らなかったのでまず設定に驚きすごくオリジナリティのある話だなと思ったので、見てきた記憶は記憶としてあるけど今回はまた違うものっていうか新しいものとして考えてました。自分関係なくですか、自分が出てる。あーちゃんご自身が出てます。なんだろうな、なんですかね。いやいろいろあるんですけど、平吉さんにと一緒に逃げててその夜景の人たちに追っかけられてこう空中にちょっとぶら下がってこらえるというか、みんなを巻く時には結構撮影の時も長い間ぶら下がってて、でもああいうこうよく知らない人とあんなに近い距離でこういるっていう時間がなんかとってもファンタジックっていうかロマンチックだなと思って、でなんか雪も降っちゃったりなんかしててでもこの人は知らないけど離れたら落ちちゃうからなんか何の感情があるわけじゃないけど、一緒になんか雪の中を木が掘る中ぶら下がってじしかも音立てると見つかっちゃうからじっと静かにしてるっていう時間の場面があって、なんかすごくロマンチックな感じがして、まあ、印象に残ったんですね。ものの一つかなと。 Yo, what's up? It's Razor Poplar!